ます。はい、社長。はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願い申し上げます。今ですね、YouTube で結構話題になっていることがあります。はい、この HQTV は YouTube なので、はい、YouTube 好きの方が見られているので、はい、はい、はい。有名なですね、俳優さんとか、はい、有名な映画監督が、はい、女性に便宜を図るために、性行為を強要していたっていう事件が起こってるんですよ。はあ、日本でですか？日本でです。あらま。はい。そういうことを結構職権乱用っていうか、うん、そういうことをやっている人たちについて何かないかなと思ってお聞きして、うん、まあ、似たようなことが実はアメリカでありましたね。あ、そうなんですね。映画監督が、はい、若い女性の俳優さんとか 女優さんに、はい、その出世させるから、この番組映画に出させるからっていうことで、まさにそれです。セクハラみたいなことをやったり、はい、なんか性行為を強要したりして、はい、有名な監督じゃないですか。世界的に有名な監督。あ、そうなんですね、うん、でも日本でも有名な監督がやってるんですよ。僕は名前言わないですけど、アメリカでは超有名な監督、ハリウッドかどっかの監督ですよ。そうです。あ、うん、同じことが日本でも、その俳優さんでも、うん、前なんかクビになったような人がいらっしゃって、はあ、そういうことをたくさん裏でやっていたっていうのが分かってるんですね。はあ、なるほど。そういう人たちに対してなんか、あ、これはね、なかなかその人を責めるっていうか、その行為っていうのはやってはいけないことだっていうのはもう全員分かってるはずなんですね。そうですね。ところが、まあ、この世の中っていうのは残念ながらそういったやってはいけないことを堂々とっていうか、こそこそっていうか、はい、やらなきゃならないやってる世界っていうのが実はあるような気がしましてね。そうですね、うん、こうやって表に出てくるっていうのは、うん、ほんの一例だと僕は思ってるんですね、聞いてて、うんうん、だからよく今ロシア戦争やってますけども、はい、ロシアあたりはハニートラップだかってよく言って、中国とか、はい、ハニートラップにかかって、はい、女性にね、接待を受けて情報を漏らしたとかっていう話あるじゃないですか。やっぱり世の中に男と女がいる以上は、この問題は永遠に消えないと、消えないんだろうなっていう気がしますね、はい、うん、じゃあその勢いに負けないために女性はどうした方がいいと思いますか、うん、やはり自分の力で何かを勝ち取っていくっていう、はい、女性を悪く言うにはないんですけどもね、はい、まあ、そういったもので何かこう乗っかっていって、うまく出世していこうと思っていないかもしれないけども、そこにこう頭がいくとハマっちゃうかもしれない。そうですよね、うん、だから何があっても私はそういったものでは金を得ないんだとか、うん、あるいはその出世をしないんだとかっていう意思のある人は多分そういったことにならないと思うんです。しかしそういったことになっても、結果として例えば大女優になりましたとかね、はい、過去はどうであれ今は私は大女優なんですよっていうことであれば、はいはい、それを満足とするんであればいいんじゃないですか。逆にいいってことですよね。もうだってそういうことでしてでもね、はい、私は名声を得たいんですよってなれば、はいはい、それはその人の人生観ですから。そうですね、うん、ただまあ嫌々な方をそのやっぱり立場を利用して、あ、それはダメですけどね。犯罪ですよね。それは犯罪っていうか、やっぱ人としてやってはならないことなんでしょうけども、はい、そうですよね、うん、逆に今度はそういった監督さんを女性から誘惑する人もいるかもしれませんよ。あ、そうですね、うん、そういうパターンの女性は逆にこう魅力振りまいて自分のものにしちゃうっていう方もいらっしゃる。 それもあると思います。ですから、ね、まあ、この問題はね、はい、男と女が世の中にいる限りは、はい、まあ、何年経っても解決できない問題なような気がしますけどね。そうなんですね。社長の意見を聞けてよかったです。いえ、私はこういう意見です、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、本日も長い時間ご視聴いただいてありがとうございました。どうかこれからも頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。